はい、じゃあソロモン社の伊庭さんと剣さんを知り尽くした相原住職、はい、よろしくお願いします。よろしくです。でこれちょっと皆さんにお伝えしたいんですけれども、もう新春特番の剣さんと、まあ、二郎牛飲もうってきて終わった後なんですよね、うん、ヘトヘトだな、ヘトヘトなんですよ。よろしくお願いします。神奈川のお二人さん。ね、登られましたか。はい、次郎牛を諦めた口です。あ、そうなんですか、はい、めちゃめちゃ景色きれかったですけどね。景色はね、良かったですね。ということで、まあ、なかなかこちらに来る機会がないので、うんうん、まあ、終わった後もう帰ろうかなと思ってたんですけれども、まあ、せっかくなんでちょっと撮っていこうかなと。はい、わかりました。お疲れのところ、ということで、ね、はい、はい、あの座談会形式、うんうん、今日ちょっと撮りたいと思います、うん、はい。ここで少しソロモンの秘宝について簡単に説明しておきましょう。ソロモンとは古代イスラエルの王の名前で、秘宝は純金で覆われた箱の中にある石板、壺、杖の三種の神器のことを言います。紀元前1020年頃に建国された古代イスラエル王国は紀元前586年に滅亡。それによって12氏族のうち10氏族が国を捨て、ソロモンの秘宝を持って歴史から姿を消したと言われています。そもそもなぜ徳島県の剣山にソロモンの秘宝があると噂されているかというと、古代イスラエル王国を捨てた部族の末裔が長い年月をかけて日本にたどり着いたと言われているからです。そして聖書研究の第一人者高根正則氏は、言霊学という学問を使って聖書を解読し、剣山に秘宝があると結論付け、発掘を行った結果、秘宝は見つかりませんでしたが多くの人工物を発見しました。で最終的にね、昭和11年から12、13と、はい、3年間頂上直下を150メートル掘ってるんですよ。そんなに掘ってるんですか。妊婦さんを結構雇いまして、まあ、その時にね、人工物が出てるんです。2メートルぐらいの鏡石、はい、ピカピカに磨いた鏡石が3枚か4枚出てるんですよ。実際発掘して、はい、で悲しいかな、それがもう昭和13年に憲兵隊来て中止命令が出て、出たものを全部没収されたんです。なんでこれでも没収なんですか。ええ、おかしいですよね。まあでも僕たちはソロモンシリーズで案内してくれる相原住職と伊庭さんと一緒に、実際に高根氏が発掘作業をした場所に行ったり、多分真下に掘ってからだんだん打線状に大きい150メートル掘って、でそれから出した石を、まあ、これなんかもそうだろうけど、ここで3年間掘って。すごいな。すごいでしょ、ね、ああ。そして剣山から人工物が出たことによって、一躍発掘ブームとなった時代に、高根氏の考えに共感した人が秘宝ではなく100体の謎のミイラを発見した場所にも行きました。これもうこっちは埋め戻してますけどね、山本英介っていうね、英介さん、うん、あの磯六は有名だけど、はい、そうじゃなくて海軍大将、はい、海軍のまあトップね、その人がもう戦争があって、だから金さんの後に後ですね。それでこの時に100体のミイラが出たって言われる。100体のミイラ、うん、だからこの地下に100体のミイラがあるって。ワクワクが止まらない伝説のソロモンの秘宝をテーマに、今回はたまたま神奈川県から相原住職を訪ねてきたお二方を交えて座談会です。それではソロモンの秘宝エピソード3スタートです。
なると僕前からですね、うんまあ、このソロモンシリーズ収録させていただいてて、やっぱりこのキーワードというか高根先生がやっぱこの四国の剣山に秘宝が眠ると、うん、言霊学で聖書を解き明かして、うん、結論たどり着いたと。でもこの高根さんが最初に出された本を僕はまだ見たことがないんですよ、うん、あ見せないですちょっと回復しました体力いや実はここにありますけどね、はい、これちょっとカメラに見せていただきたいんですけど、はい、四国剣山千個の謎っていうタイトルで、これお父さんの方のもちろん高根正則さんが出された本なんですけど、この本があるってことを知って探したんですよ。であの当時ですから今みたいにインターネットないんで、はい、電話であちこちの本屋さん探してこの本には会えないと思ってたら、うんうんまあ、実はこれ復刻された人がいまして、うんまあ、息子さんの和則さんと、はい、徳島の井上忠さんという方がお金も出したみたいで、でこれが復刻されたのを手にしたわけですね。これがだから当時高根さんが発表したことによって、うんうん剣さんに秘宝が眠ってるという、うんうん、もういわゆる発掘ブームの火付け役となった本なんですよ、うん、そうですね。最後にもう掘られた宮中さんなんかもこういう本を手にして、それでこれはすごいっていうんで、まあ、研究重ねて掘ってますからね、まあ、この本が掘ったんですけどね。まあ最終的にはね、高根先生は、はい、聖書の新約聖書のヨハネの黙示録っていうのがあるんですけど、はい、そこに、まあ、4つの顔を持つ島っていうのが出てきて、それをどうも調べていくと、この間違いなく四国四県、これね、うん、本当にこの高根学説を調べていく上でこの、まあ、カメラさんが映してくれてると思うんですけども、うん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 、この人の顔のような、うん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 、これがよく出てくるんですよね。そうですよね。でこれは四国を、うん縦にして表してるんですよね、うんうん、そうです。これはやっぱこのそういう文章みたいなのが出てくるんですか。そうですそうです。四国のこの例えば徳島県、香川県、高知、姫、いや県名までは出てこないですけど、4つの生き物ってヨハネの黙示録っていう、はい、文章を読んだら、それは一つの獅子の顔であったりとか、うん、いろんなことを書いてるのが全くこれと合うっていうことで、高根相原住職の話によれば、新約聖書のヨハネ黙示録の第4章にこのような文章が書かれているそうです。御蔵とはすなわち宝の在りかだそうで、高根氏は4つの生き物の形をした地形の場所に財宝が隠されていると解読しました。さらに獅子とは徳島県、牛とは香川県、人面とは愛媛県、和紙とは高知県の形を示し、宝の在りかは剣山を示しているそうです。さらに徳島県の東半分は王冠をかぶった人の横顔にも見えます。しかしただね、これ言霊で高根が解き明かしたことを私が説明しようっても無理なんですよ。言霊学ってもう本当にどんなに調べてもわからないですよね。私もだから学者でないんで、高根先生の特にお父さんの方が聖書研究あれだけ没頭されてやったことを何年かでこれ理解しろっていうのは無理です、まあ、ただすごいのは小学校この本読まれてるんですか軽い感じ難しいですね。ですよね。こういうあいうえのね、五十音っていうのもみんなご承知でしょうけど、はい、高根のお父さんは小学校の先生だったので、うん、日本でも昔はいろはにほへとで教えたのに、うん、なぜあいうえの五十音にしなくちゃいけないのかっていう疑問から入ってんだ。そうそう、最初はなんで四十八音って言われるのが五十音にしなくちゃいけないかっていう疑問を持って研究に没頭したわけです。そっから、うん、けどそれがどうやってね、うん、この何だろう
旧約聖書、新約聖書、はいはいはい、そっちに結びつくのかなって僕疑問なんですよ。まあ、あいうよっていうのは母音ですよね、あいうよって、はい、それで、あから和までは10音あるけど、うん、それが例えば、家業でした、かきくけこで、きくけこは全部あの母音にもんてくるんですよ。例えばかだったらかあ、かあ、きい、うんうん、いに変えつくでしょ、うんうん、でこれがね、聖書に説かれているムシムシって始めなく終わりなくと全く同じ意味だっていうことに気がついたんです。これ難しすぎてね、これで言い出すともうこの時点で、うん、あの分かりました。今の神奈川から来てお二方、あ、ね、あ、全然分かりない、分かりない、笑顔が素敵ですよね。いやでもね、本当すごい難しいことを、だから高根は分かったんですけど、我々一般の人はなかなか理解できないんで、伝わっていかないんですよね。そうですそうです、これね、だから悲しいかな、まあ、私たちでも弟子でも何でもなければ、うん、本当にあの高根の弟子っていうのは育ってないんですよ、あまりにも難しすぎて、うん、そ、先生の息子さんは、うん、まあ、分かったんですか。あの分かったというか、ほぼ研究されて、あの理解できてると思います。じゃあお父様が、うん、発見されたやつは、うん、当然息子さんにも引き継がれて、そうです、ね、間違いなく剣さんにあると。そう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 、それが聞きたかった、はいもう間違いなく剣さんにあるっていうのは出てるんですよね。とにかく難解すぎてなかなか理解できない高根学説。そんな話を続けていくと、ふと神奈川から来た謎のお二人が何の目的で相原住職を訪ねてきたのか気になりました。今日来られた目的っていうのはこちらに。あ、そうですね、それはソロモン、あ、ソロモンっていうか、まあ、この、 あの子翡翠のこういうのもしてるんですけど、はい、まあ、もともとそのやっぱり魏志倭人伝をもう一回読み直して、去年のその、うん、新社が出たっていうニュースから、うん、もう一回その魏志倭人伝を読み解いて、うん、でその山有丹っていう文章、あの4文字があったりとか、はいはい、そこに、まあ、青玉が出たっていう文章があったりとか、まあ、その、風土が書いてある中での、 あの符号をやっぱこう自分の目で確かめたいっていうので、まあ、来てるっていう感じなんですけど。すごい。じゃあ卑弥呼の邪馬台国の方ですね、うん、もちろん 元はね、うん、だから相原さんって邪馬台国も成長されてるんですか。いや、僕よりこっちですよ。あ、今の邪馬台国成長してるんですか。全国の大会やったりして、ね、ちょうどよかった。卑弥呼好きなんですか。ね、やっぱあの古事記、あの日本で最古の書物の舞台は徳島だっていうことで、先生出てますよね。去年からこの、まあ、美馬の地が、うん、その最初の土地だということで全国大会を開催して、この美馬のこの辺りが、うん、高間ヶ原だったっていうことから始まっての、だんだん向こうに行って、あの小松島とか阿南の方は、はい、出雲ってこと。なので本当の出雲っていうのは島根じゃなくて徳島。そこは異論があるんですけどよくわからない収録な。いろんな解釈できるっていう中で、うん、去年のその新社が出た、その水銀行が出たっていうのは僕は決定的な出来事だと思って。そうなんですよね、機内へ全部行ってるからね、阿波から新社が。あとなんですけど、あんまりこう表立って徳島県が言わないっていうのが、なんかあるんでしょう。不思議な感じがします、ね、それは奥ゆかしいですねだから空海自体もね、水銀鉱脈をちゃんと探して、それ聞きたかったです。すごくないですか、この収録座談会。いや、それご住職に聞きたかった。 あちこちで論争が激しすぎて。いや、もちろんあの邪馬台国で使ってる水銀の場合は、その体のこう上半身塗って、それであの出てきてますけど、その中川の方とかでも出てこられてますけど、それはまあやっぱり腐らないようにっていう意味もあれば、やっぱりおそらくそういうあの巫女さんをこうあの弔う時の何かね、神聖な意味なんでしょうけど、どちらにしても水銀っていうのはとっても重要な、まあ毒でもあるけどね、確かにね、開かれた理由の一つに、理解されて、その
水銀っていうのがあったんじゃないかなって、あ、あるでしょうね。なるほどですよね、うん、あ、表には出ないけどね、絶対空海はもう水銀鉱脈は絶対完全探してますから。あの水銀、ごめん、水銀の話って水銀の話ですかこれ。いかんね、ちょっと戻す戻す神奈川がすごいから、うん、圧が。まあでもね、高田先生も横浜でお父さん横浜で、マガ玉のね主張がすごいんですよ。今日の主役マガ、お二方のマガ玉が半端ない輝き。久しぶりにあのクラスのマガ玉見ました。お前ね、西和神殿に青玉が出たと書いてありますよ。ソロモンなのか邪馬台国なのかっていうね。それやっぱだからそこは入り口が違うだけでつながるんですか結局。思ってます。どこがつながるんですか。つながります、つながります。卑弥呼とソロモンと最終的につながるみたいな発言も飛び、うん、あ、もうつながりますよね。あの聖書イコール古事記っていうものはもうみんな言ってるんですよ、はい、うん、だからそれが解けないだけであって、うん、まあ、解けた時はどうなんでしょうね。大変なことになるでしょうねこれ。本当座談会程度ではちょっと解き明かせないレベルですよね急に。もうこれ以上はあの、今日偶然ね、あのね、二郎牛からこう下ってくるときに、うん、ふと岩さんがあの言うね、幽体離脱のお話をしてした人は老人がおるっていう話なんで、この写真があると、はい、仙人って呼ばれてる方なんですね。そうですね、鶴木さんの仙人って言われてね。今はお亡くなりになられてるんですけど、はいはい、鶴木さん、これ鶴木さんですね。そうです、そうです。鶴木さんで幽体離脱を写真ではっきり写ってる写真がある。大鶴木は、はい、あの上の石のとこでどうも立たれたらしくて、そこでシャッターを切った人がいるんですけど、現像したらこういう写ってて、あ、だからこの方はここで幽体離脱をして、うん、してる最中だったんだ。ですよね、だって写ってるんですから。これちょっと見せていいですかカメラ。いや、いいです、いいです。これもぶった曲げますよマジで。これは本物なのかはたまたトリックなのか、うん、まあでも賛否分かれますよこれは絶対に。まあそうでしょう、はい、これ幽体離脱の多分写真初公開じゃないですか全部。いや、あります、あります。あるんですか。あります、あります。日本が遅れてるだけでね、イギリスなんかもすごいですよ。この大きさが違うじゃないですか幽体と、うん、だから膨張するっていうか霊体の方が大きくなる可能性があります。この方はどういう方だったんですか。うん、あのね、鶴木さん の, あのうちのこの村の桑平っていうところへあの家建てて住んでて、そこからまあ鶴木さんにしょっちゅう通ってて、僕が聞いたのはもう結構聞いた話ですよもちろん、はい、テレポーテーションをするっていうんで物体移動、テレポーテーション、うん、あのみかんを出したりとかは考えられないでしょテレポーテーションって。これはもうミスターマイクしか知らない、うん、だからマジックでやるんじゃなくてその人はまあその物体をその目の前に出したっていうのは聞いたことあるんですよ。このおじいちゃん、そう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 。あとあの物体をこうあの湯飲みにお茶を入れてて 木で回していくと落ちなかったとかね。そういうのは液体が、うん、あの地元のおじいちゃんから聞いたことあるんですよ。この人こんなすごい方なんですか。だったっては言ってますよね。もう亡くなられてね、あれやから僕は超能力、霊能力、あ、もう何でしょうね。私自分はあの本人は日本で俺は7番目に力持ってる1000人だって言って、なんか分かるんだって。あの1から6を教えてくれと。あ、いや言ってたらしいよそれは。あいつはあいつでみたいな、 あのどっかにいるとかね、うんうん、まあ、だからこの本人でないとそれは分かんないことであって、私はもちろん聞いた話やから、うん、こっついですね今日の収録をこれある程度ね驚かないように勉強はしてきてるんですよけどこの幽体離脱は今まで超いやすごすぎる。そう、ね、もう私も写真いただいてね、それはあの聞いた話やから。見られました。
見たね、これほら見る人によったらな、うんうん、なんだこれって絶対言うと思うんですよけど本当に信じられる方は信じると思う、うん、これあれも映ってるわ、武田鉄矢の社長、武田鉄矢の社長、うん、どういうことですか、武田鉄矢のプロダクションは武田、はい、いや鉄矢商店って言うんだけど、はい、これ黒木さんって社長です、黒木さんのが映ってる、うん、っていう黒木さんっていう人やけどね、はい、この方は武田鉄矢のだからプロダクションの社長ちょっと言うたりだつからちょっともう、あ急に飛んだ、ごめん、飛びすぎですよほんまやいろんな方が訪れるらしい、うんね、まあ相原さんはすごいですね、話聞いて、いやいや本当でもこの中ちょっとありですね、企画面白かったね、はい、またちょっと引き続きだこの5人、1,2,3,4 この5人はもう レギュラーでお名前も知りませんけど、いいとこへ来ましたね、はい、まあ、YouTube にもアップさせていただきたいんで、はい、いつでも見れば、この中でも見れると思います、上なんか知らんけどレギュラーになったよね、すごいんですよ、マガダマの圧がじゃあでも本当に50歳さんに、うん、ミイラ100体のことを聞きたくて魏志倭人伝の原文を持ってきたんです、昨日いただいたんですよ、それが、うん、鶴さんで100体のミイラ出てるでしょ、これ魏志倭人伝で載ってるんですか、載ってます、うん、でもそれはなんでのいやのいやそ卑弥呼の墓にヌヒ100人っていうのは、まあ有名な文章はだからそれがそうじゃないかっていう説 で僕はそう、でもそれもちろん慎重にねこのあれなんですけど、まあとりあえずその100人と100体のミイラ、僕はまあやっぱりどうしてもつながってしまうので、なるほど、いや次木内さんに聞いてみたら面白いよね、これ聞いたことない、うん、聞いたことないんやけどね、100体の話誰っていうのは、こっちとかつながるんか、これなんですけど、まあちょっと安易かなって思いながら、それをちゃんと意見を聞いて、だから本当没収されて持っていかれたってのは本当残念なんですけど、それがどっかに今もあるんだったらね、もうすぐ DNA 鑑定できるし、ルーツは分かるんでね、面白いんやけど、もう今になっては多分、それはもう表には出てこないんですね、出ないでしょうね、変わりました、はい、でまたこれとなんかやりましょう、続き、はい、はいいい時間です。はい、はい、はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。わかりました。はい、今日は出ていただいてありがとうございます。ごめんね。大丈夫？いやもう全然行きます、行きます。今日はもう徳島で泊まって明日カメラで。はい。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。こんなしだしたらきりないの、これ。ないわ。うん。終わらない。終わらない。